小池由里、怪しいなぁ。裏金犯人で、統一教会カルトの、萩生。小池由里、あんたは、萩生田由里と、皆が呼んでいるよ。由里、豚うんこ、悪臭しないか？テレビの記者を脅して、やばい質問を、させないって、有名だよ。由里の、脅し。それは、テレビ朝日の、早川会長と、健城徹委員長と、グルになっているから、だよね。ゴキブリと、言われているんだよ。お相撲さん、横にいたら、怖いよね。都民は、怒っているよ。神宮の森、都民に愛されていた、坂本龍一さんから、神宮の木の、伐採、止めてくださいって、言われていたよね。神宮だけじゃ、ないよね。晴海のフラッグでも、同じ、金が絡む問題になっている。あんたが、変なことをするから、晴海で転売して、転がして、儲けているらしい。やばい会社は、三井不動産、東京都庁の役人を、黙らせるために、14人もの、天下りをさせている。萩生田由里さん、そうだよね。由里さん、政治資金パーティーを何度もやって、大金を集めているってね。4000万円とか5000万円とか、聞いているよ。青年会議所の都知事討論会を、覗いてみよう。認識を改めてくださってよかったです。前回言われた内縁が原生林というのは完全なる嘘ですから、そういうことをしてくれてありがたかったんですが、もうちょっと聞きたかったのは、まさかその外縁の再開発の事業者から、都知事はパーティーのチケットの購入とかされ受けてませんよね。じゃあ回答を1分以内に小池さん。パーティーの、この開催につきましては、それぞれ 法律にのっとった形で公表をさせていただいているところでございます。そのような形で公開もさせていただいているところでございます。では他に質問ある方いましたら挙手の方お願いします。はい、じゃあ石丸さんお願いします。いや、今の蓮舫さんの質問はイエスかノーかで答えられるので、イエスかノーかで答えていただきたいと、おそらく視聴者全員思ったと思います。もう一度お願いします。じゃあ小池さん、可能であればですけども、はい、はい、私はこれまで、政治のパーティーという形で開かせていただいております。その中にはさまざまな方々からご意見を伺うと同時に、このご協力もいただいている、そしてそれは法的にのっとって進めているということでございます。ちょっとどっちかというと、ちょっと僕もちょっとよく分からないですが、それはイエスってことですか？さまざまな方にご協力いただいております。わかりました。じゃあ続いて、質問がある方挙手を。いいですか、玉神さん。大丈夫ですか？じゃあ次、次。玉神さん、やおら、ずうずうしいやつ、ずうずうしいやつの歌を歌い出した。幸せさ、うじうじするのは大嫌い、ずうずうしいやつと人は言うけど、どうせこの世は押し一つ、一押し二押し三押し押せばできるさ、やってみろ、やれ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 。